縄文川開発早期の縄文川周辺の写真。この地区は現在は開発が進み、高層ビルが密集している。縄文川は香港の砂田を流れる川。縄文川の水源は針山にあり、昔は砂電海であった浅い湾に流れ込む。1970年代に砂電海で干拓が行われ、砂電新都市となり、縄文川は 7km 延長され、 トロ港に流れ込む幅200メートルの人工運河が地区の中央を通っている。砂田海に流れ込む他の川は現在は縄文川の支流となっている。縄文川水寺は大河湖一区から始まり、砂田都市の中央を通ってトロ港へと通じる。この水路には3本の主要な支流があり、それぞれ大河湖域、河畔局、省歴元居という名がついている。縄文川の周辺には、 高級住宅街や様々な業種の商業及び工業ビルが散らばっている。縄文川の両岸をつなぐいくつかの橋が建設された。縄文川は一時期、家畜、工業、商業及び家庭からの無差別な排出により、激しく汚染された。これらの排出物による有機体汚染の総量は1980年代の人口16万人と等しい。当時、 川には生き物はほとんどいなかった。1993年から縄文川の水質は改良された。魚や無脊椎動物も再び川に現れるようになった。250メートルの人工菓子が分類閣のそばに建設された。この地区は相対的に沈殿物や悪臭問題がひどい場所である。縄文川は 主な目的を砂田の雨水の排水としているが、釣り、散歩、サイクリングといった、休養地として人気がある場所でもある。縄文川は、ボート、カヌー、火薬、流殖レースなどの水上スポーツが行われる人気の場所である。縄文川には2つのボートハウスが存在する。ありがとうございます。